2025年、度重なるパンデミックの末に東京の自治は崩壊し、都政は大胆な策に出た。それは東京を3都市に解体し、過密都市を分散して人の接触をなるべく減らすという政策だった。それに加えて都市には顔認証カメラがあらゆる場所に設置された。そして人々には GPS 付き人体埋め込み型デバイスの手術が義務付けられ、接触を伴う行動が徹底的に管理された。それはまさにパノプティコンだった。それでも彼は外に出たかった。感染のリスクを冒してでも人と生で触れ合って空間を共有したかった。旧東京の多摩川上流にある地域では今でも政府による監視が及ばず、自由に暮らしている集落があるらしい。しかしそう簡単に超管理型都市をすり抜けて無法地帯へ足を伸ばせるはずもなかった。監視のためのデバイスをうまく騙しつつ隠密移動するにはどうすればいいだろう。数々の営業自粛で布が手に入らなかった彼は、キッチンにあるバイオマテリアルと電波を反射するアルミ箔を使って体感しカメラ型シェルを1週間かけて作り上げた。